稲村ヶ崎を西側から望む台中腹に広場のように見えるのが鎌倉海浜公園稲村ヶ崎地区。なお砂が全体的に黒っぽいのは地中に含まれる砂鉄のせいで、ある三浦半島における稲村ヶ崎の位置稲村ヶ崎は神奈川県鎌倉市南西部にある岬で、由比ヶ浜と七里ヶ浜の間にあたる。通常、 稲村ヶ崎の表記は、歴史的用法や国の史跡の名称に使用し、地名としては住居表示に伴う、町名変更で、稲村ヶ崎1丁目から稲村ヶ崎5丁目となっている。新田吉貞都市伝説の石碑、鎌倉海浜公園内に所在。1917年建立稲村ヶ崎と端部。画面中央の横穴は、 第144団機下の部隊が構築した横穴陣地とされている稲村ヶ崎駅から坂を下って徒歩5分程度のところに所在する相模湾号紙に富士山を望むことができる地名の由来は稲穂を重ねたように見えるためだと言われている。古来良質な砂鉄が採取できることで知られ古代にはこの地で製鉄が行われていたと考えられる奈良時代の鎌倉には 三越の先あるいは、三越の先、三越の先と呼ばれる地名があったことが知られており、万葉集に、鎌倉の三越の先の願法の君が食いゆべき心は、もたじ、万葉集館14から3365と読まれている。この地名がどこを指すかについては、長瀬の天縄神社裏山という説と稲村ヶ崎という説があり、確定していない。しかし、 元宝の名所として知られていたならば、稲村ヶ季説が有力となる。新田義貞による稲村ヶ季突破の場面。義貞が立ちを海に投げ入れると、竜人の奇跡により潮が引き、そこから鎌倉を攻めたという伝説がある。鎌倉時代末期の元稿3年5月に、上野国新伝僧を本拠とする新田義貞が挙兵し、部外河原の戦いと赤土の戦いで、 北城氏の軍に勝利して、鎌倉に迫った。5月18日、新田軍は、極楽寺口より攻撃を加え、21日には、吉里自ら稲村ヶ崎の海岸を渡ろうとしたが、当時の波打ち材は切り立った崖となっており、石が高く、道が強小なため軍勢が稲村ヶ崎を越えられなかった。 そこで、吉貞が潮が引くのを念じて、剣を投じると、その後潮が引いて、干潟となったので、岬の南から鎌倉に攻め入ったという伝説が、太平記に記されている。ただし、近年において、天文計算により、稲村ヶ崎の潮が引いたのは18日のことであった、ことが明らかになり、太平記の日付には誤りがあると考えられている。幕末には、 外国戦艦士のための台場が置かれ、長州藩が防衛に当たった。1928年、県道、片瀬鎌倉線の改作工事が行われ、稲村が先の丘陵が分断されて、霧通しが開かれた。また、第二次世界大戦中には、副陵隊の地下基地があった。1960年代から、付近の丘陵地が大規模住宅地として開発され、 1969年には、住居表示実施に伴う、町名変更で旧大麻国落寺から分離され、稲村が先一の五町目となった。現在は、鎌倉海浜公園として整備されていて、園内には、図書改正中学校坊と部七里ヶ浜沖、遭難事件の慰霊碑、国宝墓石年碑などもある。サーフィンのメッカとして有名であると同時に、 海水浴場としても使用されてきたが、近年、砂の流出が進み、2003年からは、海水浴場としての使用は行われなくなった。1333年の新田吉貞の、鎌倉幕府攻めの際、通行困難だったが、吉貞都省の際には、日型となって、容易に進軍できたという伝説より、稲村ヶ崎として、1934年3月13日、 国の史跡に指定された。日本神奈川県鎌倉市稲村ヶ崎稲村ヶ崎は、神奈川県鎌倉市の町名。現行行政地名は、稲村ヶ崎1丁目から稲村ヶ崎5丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は248-0024 24。1969年2月1日に住居表示が、施行され、稲村ヶ崎1の5丁目が置かれた。 住宅地の地価は、2017年1月1日の工事地価によれば、稲村が先後の35の2の地点で18万8千円、平方メートルとなっている。2018年1月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。サザンオールスターズの桑田圭介が監督を務めた。 映画、稲村ジェーンの舞台ともなった場所である。しかし以前は自殺の名所としても知られていた。また、彼らのシングル曲である、君こそスターだには、歌い出し冒頭で、稲村ヶ崎は、今日も、雨という部分があり、最初の部分のミュージックビデオも、稲村ヶ崎で撮影している。他にも、AGI カンフージェネレーションの曲で、稲村ヶ崎ジェーン、テレビ東京、出没。 アドマチック天国主題歌の小川コータとマソン、夕焼け岬,岬、渡辺大地、和田塚という曲がある。約3メートル以上の高波が来た時だけ開催されるサーフィン大会、稲村サーフィンクラシックの会場でもある。1981年に長沼クラシックの名前で初開催され、現在の名前では1989年と2013年しか開催されていない。 ありがとうございます。